マヤはオートデスク社によるハイエンド3次元コンピュータグラフィックスアニメーションソフトウェアである。対応 OS はバージョン2019時点で Windows 7、10、MacOS、Linux となっている。元は Alias システムズ社の製品だったが2005年10月ライバルソフト 3DS Max のオートデスク社に買収され開発元が移っている。ハリウッドをはじめとする 映像現場で使われているプロ仕様のハイエンドソフトであり、映画、アニメ制作会社、テレビ番組、ゲーム CM の制作に使用されている。範囲イコールシェアで言えば VFX で圧倒的であり、建築ビジュアライゼーションでは 3DS Max が多く、ゲームでは 3DS Max とマイヤは50、50だとオートデスクからは言われている。また、 日本に限ってなら50%以上のトップのシェアを持っており、残りを 3DS Max とソフティミッチが分け合っている状況である。パーアニメーターの後継、ゲーム開発、キャラクターアニメーションを強く意識した製品である。また、いくつかの機械系カナダドルのデータ形式にも対応しており、実際に自動車メーカーなどの製造業では、 デザイン的な要素の強い部品の設計に使用している。2016年1月末をもって永久ライセンスの販売は終了し、定期的にライセンス料を支払うことで使用が許されるサブスクリプション型のライセンス制度に移行する。オートデスク社の使用ソフトもマヤと同様にサブスクリプション型となる。また、3DS Max 等とのバンドル製品も2016年7月末で、 AQ ライセンスの販売を終了する。ありがとうございます。